チームメンバーが急に死ぬ黄色なんで皆さん何時か皆さん出てやりよったさすがにもうマジかですね。申し訳です。はい、コズです。今回はね、見ての通り、ドラゴンボールセット、コミックの、背表紙フィギュアですね、こちらの紹介をしていきたいと思います。これは、ローソンで、コカ・コーラ限定で、あのペットボトルのね、500ミリのペットボトルにこうぶら下がってた、おまけフィギュアを、集めたものになりますね。一つに一体ついてたものですね。はい、それをね、なんとか、コンプして、でこれはねボックスはこれは何だったんだろうな。これ、買ったんですけどね、オークションで。まあ、これは、どういう感じで売られてたのかわかんないけどね。だからその専用ブックボックスに、こうやって飾ってみましたね。並べて。はい。ということでね、じゃあちょっとね、見ていきますか、細部まで。はい。ではね、シェンロン。これ、シェンロンが先頭ですね。シェンロンから見ていきます。出来はすごいんだよね。おまけにしちゃうね、すごいいいんだよ出来が。で、悟空でシェンロンはね、あの分割されてんだよね、二分割。で、ウーロン、クリリン、ヤムチャ、プーアル、みんな一生懸命走ってますね。結構ヤムチャは可愛い顔してますね。なんか悟空に似てるけどね。で、亀仙人、でブルマはバイクに乗ってますね。かなり細かいですね。で、ヤジロベ、でいいね、似てるね。で、ピッコロ、はい、できるよね。このミニサイズでここまでクオリティが高いのもいいと思いますね。で、カメで、カリンさん、はい、で、ランチ、マリン様も出来すごいいいね。細かいよね。で、ランチもね、くしゃみした後のランチですけどね。で、ご飯、あれ、あれ、ということでね、これはね、あの当時背拍子で、鳥山先生間違えてね、このヤジロベをね2体描いてしまったというね。はい、1体目いるのにもう1体描いちゃったみたいなね、分身ヤジロベこれも確かちゃんとね再現してるのがやりますね、なかなかね。だからヤジロベだけ2体いるっていうね、なんかお得してるよねヤジロベ。結構フィギュア化はされてないんだけどね。で、デンデあ、見づらいかな。ギニュ、ギニュはね、はっきり言って似てないね。なんか面白い顔してるけど。で、フリーザ様、
まあでもまあフリーザーはね、まあなかなかいい出来だと思いますよ。うん、で海王様ね、この枝を持ってるのは何でしょうね、これ。うんちをつつく棒かな。でそれを見ているベジータ。全然似てないけどね。ベジータがちょっと似てないっていうね。格納的な問題もあるかもしれないけどね。で、ぐっと回って、17号怖いね。で、18号めっちゃ17号の、靴がめり込んでますけど、これはまあ私の飾り方の問題ですけどね。でもね、似てないんだよね。で、セルがなぜか超イケメンっていうね、イケメンセル、好青年みたいなセルですけどね、はい、で、16号はね、見づらいんだよね。で、悟空のバイバイで一周ですね、はい、いや悟空のバイバイはね、ほんと可愛らしくできてますね、うん、ただね結構このボックスというかこの専用ケースに入れるとね結構パンパンなんですよね。だから飾るのにね、こう場所的なものをここ刺す位置いっぱいあるんですけど、結構ね刺す、これを刺すとなんかこのキャラがなんか刺さらないみたいなね、うん、ちょっと工夫してなんとか押し込んだ結果こういうね密集した感じになっちゃいましたけどね。はい、ではね、これ結構ねちょっと特殊なんですよ。これ開け方っつうか、これ普通にこうやってねこっから普通に開くんちゃうって思うけど開きづらいんですよ。多分開く普通にね強引に開けようと思えば開くとは思うんですけど、ちょっとね、特殊な開け方なんですよ。それはねちょっと、お見せしたいと思います。はい、ではねその特殊な開け方っていうのをねお見せしたいと思いますけれども、こうやってぐるっと回すとね一部おかしな点がありますね。はい、ここのゴハンとヤジロベイの間ですね。はい、ここはね実はこうなってるんですよ、うん、白いのが飛び出てるんで、これがね特殊なんだよね。これ見逃しがちなんだけどね、これをねちょっとこう そこを押さえながらこれを引っ張る、そうするとこう浮くんですね。こう浮いたことによってこうパカッと簡単に外れるっていうね。で中にはね、まずね、まあ、ブックレット、この背拍子フィギュアのね、簡単なこう説明とかがね書いてあります。これが当時おまけとしてついてたっていうのはすごいよね。第1弾、第2弾、2009年ですからね、うん、これをコカ・コーラのペットボトルにおまけとしてつけてたのは当時すごいと思いますよ、はい。まあ、一応ねちゃんとしたねこういう台座付きなんですよ、はい、だから別にこのケース持ってない人はこれをただ連結してもね飾れるっていうんでね、こうやって連結してこうやってどんどんつなげていくことができるんですよ。そっちの方がちゃんと間隔が取れて綺麗に飾れると思うんですけど、その分ね、スペース取ります。はい、なのでねこういう、ぐるっとね回るこういうケースが
多分必要だと考えたんでしょうね。ということでね、いや結構ね、ほんとこれコンプさんのに結局何種類あるんだっけ、結局これね全何種類だっけ、24種だね、だから結局24本コーラを買わないとダメっていうね、はい、しかも当時ではね、まあ、やっぱねキャラによってねもう速攻でね、買われちゃったりしてね、買えなかったっていうキャラとかもあったと思うんですけれどもね、まあ、このケース自体はね何で売ってたのかね全然わからないんですけどね、俺も当時買ってたんですけど全然気づかなかったね存在。なんだろう、検証で当たるやつかな、なんだろう、まあよくわかんないんだけどね、まあはめるときはね、普通にこうやってねパカッとね、パカッと、はい、これでこうね、はい、はい、ということでね、今回は、ちょっとね、面白いね、小さめの、フィギュアをご紹介させていただきました。まあドラゴンボールフィギュアどんどんね紹介していきたいと思いますんで、チャンネル登録まだの方はね、チャンネル登録して、次の動画のアップをねお待ちいただければと思います。では今回は、これにてご視聴どうもありがとうございました。